はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日も、セイントセイヤレジェンドオブジャスティスやっていきたいと思います。はい。まあ、今日ね、まあ、質問が、ま、何件か来たりとか、まあ、他の、他の方にね、個別にお答えしてたりすることもあるんですけど、で、ここら辺そういえば、あまり大きく触れてなかったなーっていう風に思ったんで、まあ、ちょっとね、触れていこうかなっていう風に思っております。内容としては、ま、あ悪性のこと。まあ、そして、ま、ちょっと、昨日とか、またお話、 してたらあの星座のことでね僕の知らなかったこととかもありましたんでまあ、そちらも合わせてねお伝えしていければなというふうに思っておりますので最後までぜひ見てってくださいでこの動画はねもしよかったらチャンネル登録高評価そしておねコメントの方もねお願いいたしますということで見ていきましょうまずねアクセっていうのがまあ今のところの最終形態としてはこれですねオメガ2まあ、これはまあ とりあえず一応最強。これで今星ついてますけど、これ突破って、まあ限界まで上げるって感じですね。こういう感じになりますね。突破すると、こういう感じになります。で、これのオメガ2が今のところ最終形態になります。多分ね、みんなが気にしてるのは、まあやっぱセット効果だと思うんですよね。ちょっと上から説明しちゃいますね。オメガ2とオメガ1。これ一緒の技のやつなんですけれども、これね、オメガ2とオメガ1。ここにも出てるから気づいたかもしれないですけど、 あの、別のセット交換になってて、まあ、それぞれになってるんですね。これね、1個ずつ上げちゃうと、こういう風にバラバラになっちゃうから、まあ、2個ずつ上げた方がいいんじゃないかなっていう風に個人的に思ってるんですけど、まあ、こういう感じで強化されていくようになってます。で、一番ややこしいのは、まあ、赤アクセになります。で、赤アクセ。これが、まあ、同じ縦でも、まあ固執、古州、不滅だったりとか。あとは、で、一応ね、ここ、 縦で、この宝石の色がね、まあ、ちょっと違くなってるんですよね。これ青でしょ青は古州。これ宝石。縦だけど、縦の赤。縦の青になってるでしょなので、そこでね、まあ、区別していく感じになります。技とスピードのやつは、えっと、黄色と緑と、えっと、もう一個あるはず。これか。赤か。黄色と緑と赤。はい。がありまして、えっと、投資、知恵、成功ですね。 攻撃とサポートに関しては、この紫色の黒曜っていうのと、あとは、この水色の興奮ですね。それともう一個、啓発かなこれですね。啓発があります。ということですね。それぞれね、セット効果が違う風になってるので、どれをどのセイントに当てはめた方がいいのかっていう、おすすめの編成方法っていうのがあるのかっていうことになってくるんですけれども、基本的には、 例えばタンクだったら、縦、あ、これ、縦のやつだったら、この不滅だと回避が上がるっていう風になってるんですけど、ま、あんまりね、回避が影響あるタンクの繊維とってあんま知らないんですよね、僕。僕が知らないだけだ,だ,だけだったら本当申し訳ないんですけど、防御強化と回避値アップっていう風になってるんですね。保守の方だと、一ポイント強化と耐性値50。で、耐性値っていうのはクリティカルダメージに影響があるんですね。クリティカルダメージを減らせるっていう。もう一個あったっけ まあこの二つでちょっと考えとしたら、タンクなんで、まあ、クリティカルダメージ下げた方がいいよねっていう、防御力下げた方がいいよねと、防御力上げた方がいいよね、ということで、まあ、腰の方がいいかなと。不滅はちょっと微妙なんじゃないかっていうふうに思ってますね。で、もしもう一個あって、それがヒットポイントと防御っていう感じだったら、まあ、もしかしたらね、まあ、アルデラ、アルデバランとかみたいに、そのヒットポイント依存の能力を持ってたりするやつっているじゃないですか。こういうやつ。最大1人目の10%分回復するみたいにこれあるじゃないですか。こういうのが、 ある人は、ヒットポイントが上がるやつもいいですね。まあ、どうことかもそうだっけ。ね。どう、ヒットポイント3、30%回復するとか。これもヒットポイント何パーを超えない場合とか。まあ、そういうのがある場合は、まあ、それが上がるようにしてあげるのが、まあ、いいと思います。あとは、その技とスピードの方なんですけど、それが、通常は、緑の成功っていうやつなんですね。これが攻撃力とヒットポイントになってて、あとは知恵っていうのが、こっちじゃないや。これ知恵じゃなくて、投資か。 投資っていうのがあって、これがクリティカル。ヒットポイントとクリティカル。もう一個が、えっ、ー、と、知恵。で、これが攻撃強化と回避っていうふうになってます。<laughs> こちはヒットポイントとクリティカルね。例えば、アクエリ氷河が、その、クリティカル依存で、あの、特殊効果持ってるんですよ。クリティカルの場合、通常攻撃やクリティカルの場合、ターゲットを3秒間凍結させることができると。で、こういうスキル持ってたら、やっぱりクリティカル出したいじゃないですか。ってなると、クリティカル、 が上がる装備をつけてあげる方がいいよねっていう。そういう風になります。で、あとはまあ、カミュー。まあ、カミュとかもそうなんだけど、技セイント、風の技セイントって、クリティカル率結構高かったりするんで、まあ、回避とかも含めて。どっちが攻撃に影響あるかっていう方を、まあ、上げる方が、渡してあげる方がいいのかなっていう。えー、ミロとかみたいに、まあ、クリティカルよりもね、その、スピードで勝負してるやつだったら、まあ、回避でもいいかもしれないですね。これミロと回避結構高かったりするんでね。命中は 他の技セイントと比べたら低かったりするから、っていうふうに、まあ、選んでいくといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、サポートサポートの装備は、ミスティとか、ムーとか、その攻撃力依存で回復したりするやつは、興奮がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。興奮が防御強化と、えー、攻撃力強化になってるから、まあ、これで4セットをつけてあげれば、攻撃力上がるんで、回復力上げられたりとか、するのかなっていう。これ多分ね、 手前が防御力で攻撃力4、4セットで攻撃力っていうのは、基本、ここら辺の赤赤アクセって4つ集めて集めないでしょっていう、みんな4つあんま集めないでしょっていう感じで振られてるんじゃないかなっていう風に思うんですよね。なんか、そんな気がする。結構ね、集めにくいですからね。同じやつ4つ集めるの。結構大変。ショップであるからってバンバン買ってるとすぐメモリーなくなっちゃったりするんでね。12級のショップで販売されるときは割引されてるんで、 買うんだったら12級の方がいいのかなっていうふうには思ってますけど。そんなところかなおすすめっていうと、そんなところですかね。あと、はま、星座。星座。星座ってなんだよ。星座って、ま、ガチャ回すと、100回引くと、この金色の玉がもらえて、で、300回回すと赤い玉がもらえるんですね。ま、これ知ってる人は、ちょっと復習と思ってき、復習の、復習してるっていうふうに思って聞いてくれると嬉しいです。この金色の方の玉は、ランダムで、 えー、静粛が出てきます。まあ、提供割合とかも書いてあるんでね。まあ、全部一緒だと思いますけどね、これね。で、これが確定。だから選択ですね。っていう風になってます、まず。で、静粛っていうのは、そのセインとあたり3つ必要になります、MAX でね。その3つ手に入れると、その4つ目がね、出てくることはないらしいです。ちょっとね、昨日教えてもらって、あ、そうなんだっていう風に思いました。 まあ、そりゃそうだろうって思う人もいっぱいいるかもしれないんですけど、まあ、でもこれがね、あの事実として、事実として分かってるか分かってないかで結構変わってくるなーっていうふうに思いました。なので、ちょっとお伝えする形にしました。で、あとまあ、もしみんなが気になるとしたら、この赤いやつしか残ってないじゃないですか、僕。これ赤いやつ以外は売却できるんですけど、赤いやつだけは売却できないですね。この赤いやつ以外は売却してるのは、その一回でも多くちょっとガチャを引きたいっていう。 まあ僕10連ずつしか引かないんですけど、それでもまあ、1回でも多くガチャを引きたいっていう、そういう気持ちで売っちゃったりしてますね。まあもちろんね、必要な分は確保して装備してはいるんですけど、僕は基本的にそのメインで使ってるセイントには、例えばこれなんで紫なのっていうと、これ、風の技みたいなのがなかったりするんですよ。なかったんですよ。だから、この防御強化をつけたかったから、これをつけてるっていう。下が技、 だと、まあ、違うね、能力が上がったりするんですよね。で、その能力は別にいいやって思ったりしたら、例えばこれ、つけてみますか。そうすると、これ、攻撃速度2.3%。まあ、これいい、いいんですよ。めちゃめちゃ。でも僕はちょっと防御を上げたかったんで、防御の方を優先して、あっちをつけたっていう感じですね。まあ、これをね、一個ずつ、まあ、見ていくと、まあ、僕は割と、ステータス重視に振ってますね。 能力が上がる。まあ、これはね、結構僕は意識してやってます。はい。まあ、結構ね、能力も、そうするとね、低戦力で参加できないみたいなところも出てきたときも、この星座の組み替えでね、参加できるようになったりとかもするんで、まあそういうのにもおすすめ。だからここら辺とか、まあしっかりやっとくことで、まあ低戦力でも進めたりとかするシチュエーションって増えてきたりとかするんで、まあ絶対的な正解っていうのはないかもしれないですけど、ベターっていうのはあると思うんで、 まあ僕はさっき言ったやつのね。こっち、これは実数上げたいな、みたいな。そうするとまあ戦闘力上がるんでね。これ外して、た、例えば保存すると、こんな、このぐらい下がるんですよ。7.3%って書いてあるので、もう1000下がるんですよね、防御力。これ結構でかいと思うんですよ。まあそこをね、まあ意識してやってるよっていうところですね。で、それ以外を、まあ撃っちゃってるという感じですね。僕はね。まあこれみんなやった、やった方がいいよっていう感じというよりは、その余力 こういうとここに時間をかける余力がある方は、まあそういう厳選をしてみてもいいんじゃないですかっていうお話です。そうすると、結果的にガチャがいっぱい引けて、まあ生命点以上のものが手に入る量が増えるんじゃないかなっていうところですね。ちょっと僕全然生命点ないし、これ生命点見るとさ、これ、これ、カーサ専用でしょこれ。カーサしか使う、カーサしかいないからね、これ。マリーナで土でサポーターなんて。これとかね、ゴールドセイント技光。 誰だよみたいな。<laughs> ゴールドセイント、技光。シャカじゃねえかよみたいなね。<laughs> まあそういう感じっす。これも、ゴッドクロス。<laughs> ゴッドクロス。光攻撃。誰みたいな。<laughs> 今はいないっすよ。ほんと。アイオリアとかはゴ、ゴアイオリアとか、セイヤとかになるのかなそうすると。そんなのいつ使うんだよみたいなね。っていうやつが手に入ったりもするんですけど、赤だと売れないんで。っていうとこですね。まあそんなとこかな。あとなんかあるかな。 まあ、あとは、そうだな。ちょっとこれね、僕、自分はね、できない、でき、できないから、知識としてしかお伝えできないんだけど、融合っていうのがあるんですね。で、そうすると能力上がるんですよ、これ。これが強化されるっていう。で、これ、同じ生命点のものが手に入った時は、できるんですよ。これは、えー、静粛じゃなくて生命点だからあるっていう。でもこれって、実は、例えばこれ、風セインと技投資ゴールドセインとって、 ま、実はね、アクエリ氷河も同じなんですよ。だから、そういう同じやつ、例えば、そうだな、イテザー聖夜とイテザーオロスも同じだったりするんで、まあ、同じ共通したものを持ってるやつを強化に出しちゃうと、ちょっともったいないんで、そこだけはちょっと気をつけてやった方がいいかなと思うんですけど、まあ、ほん余力が出てくるとね、たくさん星座引いて余力が出てくると、こういう強化も待ってるんで、まあ、星座はね、とにかくいっぱい回せた方がいい。 これ、メモリーで回せないから、まあ、そこが重要だよね。っていうところですかね。はい。まあ、これで、質問に答えられたと思いますが。じゃ、ちょっとこれ、聞きます。えいっ。あるこれ。まあ、いいんじゃないですかね。もうほとんど、シルバーセイントはな、メインどころもう終わったからな。もうシ,リシリウスももう関東通分いるし、アステリオン終わってるでしょうん、そうだね。モーゼスが、モーゼスが欲しいな、でも。 モーゼスが欲しかったな。凍結パーのタンクは、モーゼスがいいんじゃないかっていうのを今、ちょっと、自分の中で仮説立ててやってて。まあ、全然どうでもいい話なんですけどね。うん。まあ、モーゼスの、その、ね、開幕スキルで。静、ま、粛、あ、まで行かないといけないかな。まあ、ちょっと <laughs>、話し始めるやつ。モーゼスの、えっ、ー、と、このホエールの使用が、前列の受けるダメージダウンっていうのがあるんですよね。 これで、星座一1を開解,解放すると、高列の味方1体にも与えられるようになったりとか、2になると、それが味方全体になるとか、いうのがあって、これは強いだろうというふうに僕は思ってます。で、僕のパーティーって、その PVP で聖夜のペガサスクラッシュ食らうと、まあやっぱり、自分よりもね、能力が高い聖夜と当たるとね、ワンパンされちゃうことが多いので、これ、 ホイエイノルの守護の効果でダメージダウンさせれば耐えられるんで、耐えられたらこっちのね波状攻撃決めやすいような編成にしてるから、ま、まあこんな感じですね。ここがアルゲティになってるのをまあモーゼスにして、ここら辺にミスティとか置いと,け置いときたいな、みたいな。ま、あそんな感じです。はい。 まあ全然どうでもよかったね。はい。というわけで、えー、ご視聴いただき誠にありがとうございます。最後にチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。